はい、アランド40のガッキーです。本日は新しくワイヤレスイヤホンを購入したので、その開封ご紹介動画になります。今回購入した商品はこちら、じゃん、 JP ライドのアクティブノイズキャンセリング外音取り込みモード搭載の完全ワイヤレスイヤホン TWS-5ANC という完全ワイヤレスイヤホンになります。この JP ライドっていうブランドの商品を以前購入して動画にもしているんですけども、じゃん、これがその時購入した有線のイヤホンになります。これを購入してその時感じたのが、非常に安価で透き通った音で、まあ、コスパがすごい良かったっていう印象があったので、ちょっと前になるんですけども、 Amazon のプライムセールで安く販売していたので、もしかしてこのワイヤレスイヤホンも結構グッドな商品なのではないかと思い、即ポチして開封が今になるという、なんともセール時差遅れの商品開封レビュー動画になります。ちなみにこの JP ライドっていうメーカーさんのコンセプトが、手に届く本物というコンセプトを掲げておる会社さんでございます。それでは早速開封していきたいと思います。よいしょ、はいはいはい。それではオープン。お、前面に紙が出てまいりましたね。社長のサンクスお手紙が入っております。こちらあれですね、操作の一覧表ですね。操作と LED ランプ音声ガイダンス一覧表ということで説明書になっています。そして12ヶ月間メーカー正規保証の紙と、お友達紹介したら割引しますよクーポン券、 JP ライドさんのその他の商品の広告が1枚。これもね、ちょっといいなと思ってるんですよね。購入したらまたご紹介レビューを上げていきたいと思っております。これは商品レビューのお願いということで、あんまりこういうことはしてほしくないなと個人的に思うんですけども、JP ライドさんのハイブランドの音質を低価格でということで、手に届く本物をより広いお客様に届けたいという感じなんでしょうかね。それじゃあ中身を全部出していきたいと思います。はい、じゃあこちらが内容物の全部になっております。あ、ちなみにこのチャンネルではこういった音響機器や PC 周辺ガジェット、電化製品など気になったものを実際に購入して使ってみる動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると非常にありがたく思っております。それでは同梱物の続きからいきましょう。これはなんだ、はいはいはい、イヤーチップですね。おそらくこれがショーでしょうね。 S サイズのイヤーカップが2つ、これは L サイズかな、多分本体についているのが M サイズじゃないかなと思います。こちらが充電のケーブル、タイプ C とタイプ A の充電ケーブルになっております。地位充電じゃないみたいですね。そしてこちらが本体になります。ペリペリ剥がしていきましょうかね。ペリペリじゃないしはい、じゃあこちらが本体になります。パッと見質感は可もなく不可もなくといった感じの質感でございます。表面は思いっきりプラスチックですね。重さもね、そんなに重くないですね。まあ、どちらかといえば軽い部類かなみたいな感じでございます。そしてここパカッと開けると本体が登場する感じでございますね。開けるとここのランプが光りますね。充電ランプですかね、ここが。こんな感じです。そして本体を取り出してみると、あ、本体も軽いですね。これ本体はこんな感じになっております。でここにペリペリが貼るので、これを剥がして、ここに R と書いてある方が右耳でしょうね。そしてこれもペリペリを剥がして、 L と書いてあるのでこれが左側になります。うん、実にシンプルですね。充電もね、普通にちょっと弱めのマグネットかな、どうなんだろう。うん、まああんまりマグネットの磁力が強いと取り出す時に結構こう取れねえなってなるんで、まあこれぐらいの磁力の方がちょうどいいのかなっていう気はしますね。はい、そして背面にタイプ C の充電の差し込み口があります。まあ、ちなみに重さは 5.3g という公式の発表になっているみたいで、ちなみに Amazon での取り扱い開始日は2021年6月13日と結構最近でございまして、販売価格は4980円となっております。搭載機能としては ANC ノイズキャンセリング機能搭載で、外のノイズ逆相違のアンチノイズでかき消す機能になっているとのことです。また ENC ノイズキャンセリングっていう機能も搭載していて、フィードバック
プラスフィードフォワードハイブリッド方式を採用した体感できるノイズキャンセリング効果の機能を搭載しており、声の声域を抽出し音声のみを増幅、さらにレイテンシーの調整フィルタリングをして聞き取りやすい音声を通話相手にお届けするという機能みたいでございます。まあ、JP ライドさんはアンダー1万円以下クラス最高レベルと歌っているみたいでございますね。実際に使ってみるのが非常に楽しみでございます。そして対応コーデックはAAC に対応しております。これとは別に 520-520MK2 っていうのがありまして、そちらが APTX に対応しているみたいですね。これは非対応みたいですので、まあ、そこはちょっと残念かなという感じです。ドライバー構成はダイナミックドライバーを一機搭載とのことで、メーカー発表ではずっしり低音の深い重み、甘い中音域、透明な高音域がバランスよく同居しますということでございますので、これも実際に聞いてみるのが非常に楽しみでございます。確かに以前購入した先ほどご紹介した有線のイヤホンは結構中高音域が非常にクリアな印象だったので、今回はそれにプラスアルファで深い低音が加わるということなので、ちょっとワクワクしますね。さらに防水 IPX5 対応になっておりますので、多少濡れても全然平気でございます。それでは早速私の iPhone で Amazon Music HD を聞いてみたいと思います。はい、こんな形でここに JP ライド TWS5ANC という表記が出てくるので、これをタッチすればベアリングが開始する感じですね。そしてここ JP ライドが接続済みになっていますので、これで音楽が聴ける感じになっております。それじゃあ聞いていきたいと思います。はい、ということでここ2、3日このワイヤレスイヤホンを使用してみました。で、まあいい点、いまいちな点、私なりにまとめていきたいと思います。まずいい点ですね、一つ目として価格が安いっていうのはすごくいい点だなと思います。この価格でこの音質機能性はまあすごいと思いますね。もちろん音質は満足いくものではないんですけども、まあなんて言ったって5000以下なんで、ここは素晴らしい点かなというふうに感じました。音質もそこそこなので、まあ、聞いていて全然聞き苦しくない、そんな音質でございます。もっと安っぽい音を想像していたんですけども、全然そんなことはなくて、高音中音低音いい感じで表現しているかなと思います。まあ、若干ね、低音がこう前に出ている、そんな感じがするんですけども、そこは人それぞれの好き嫌いによるところかなっていうふうに感じます。あとはノイズキャンセリングがまあまあ良好かなという、5000以下でこの性能であれば全然損はしてないと思います。中音以下低音をざっくりカットする感じで雑音を除去してくれる、そんな感じですね。朝のランニングに使ってみたのですが、車の走行音などは結構カットしてくれました。タッチセンサーの反応がまあまあ良い、さっとこうピッと触ったぐらいではあまり反応はしないんですけども、逆にこれで誤作動もしないし、かといってこうちゃんと触ればですね、全然反応が鈍いわけではないので、いい感じのタッチセンサーの感じだと思いますね。あとね、マイクですね、マイクもまあまあいい音質でした。ちょっと録音はうまくいかなかったので動画になっておりませんが、使ってみた感想は普通に通話できる、そんな音質です。ノイズもなくて比較的クリアに声が聞こえてくる音質だったかなと思います。こっからはちょっとイマイチな点なんですけども、外音取り込みがイマイチかなという感じです。最初に買ったですね、こちらのニューラループのイヤホンが外音取り込み機能が結構良かったので、それと比較してしまうとやっぱりちょっとイマイチな感じが否めないかなと。まあ、価格帯が違うので比較してしまうのも結構酷なんですけども、まあ、これがまあ正直な感想かなと思います。あと若干装着しにくい、慣れもあると思うんですけども、私個人的にはこちらアンカーのイヤホンみたいにこういう細長い方が装着しやすいし、充電器からもこう取り出しやすいので、どちらかというとこういう形状よりもこっちの方が私は好きかなという、そんな感じでございます。あと最後ですね、イコライザーの設定ができない、これもこの価格帯で求める機能ではないかもしれないんですけれども、アプリでイコライザー設定ができないので自分好みの音質に、まあ、いじれないのがちょっと残念かなと思います。これができたらマジでコスパ最高良すぎっていう、そんな感じですけどね。総合的にまとめていくと、完全ワイヤレスイヤホンが欲しいけど1万円も出せない、ノイズキャンセリングとか外音取り込みとかとりあえず使ってみたい、そんな方には5000円以下で購入できるこの JP ライドさんのワイヤレスイヤホン TWS-5は結構おすすめできるかなと思います。もう5000円以下でこんなワイヤレスイヤホンが購入できる時代になったんだなと、ちょっと
感動はしておりますけども、そんな感じでございます。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。購入を考えている方の参考になれば幸いでございます。またこのチャンネルではこういった音響機器、 PC 周辺ガジェット、ゲーム関連電化製品を実際に購入して開封使用する動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると非常に励みになります。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。